はい、ということで、はい、どうも、おいででブリーグでございます。はい、インフルエンザにかかってしまいました。はい、ということでね、ちょっと動画がしばらく投稿できなくて申し訳ないです。まあ、なぜこういうことになってしまったかというとですね、はい、1月、まあ、そうですね、最後上がったのが年を越した動画かな。1月1日年を越しましたって動画が最後になって、その後も結構いろいろと現場に行ってですね、たくさん動画を撮ったんですけども、それを編集しようと思って帰ってきたその日にですね、ちょっと体調悪くして病院に行ったらインフルエンザ B 型ということでちょっと3日間くらい倒れ込んでましてですね、今はまあやっとちょっと、まあ、こういう動画を撮れる状態にまでまだ喉はね痛めて咳が出ますんですけども、そのぐらいまで状態回復したんで、ちょっと現状報告というか、形で動画をはいちょっと撮らせていただきます。はい、まあちょっと今現在僕が言ってる地下アイドルグループハマってる3GAっていうねアイドルグループ、ちょっとね部屋をね多分今年初めて動画アップして、まあちょっと模様替えというかあれなんですけども、ちょっとここ 3GAのポスターいただいたので、3GAのポスターに、貼らせていただきました。でちょっと神田明神の方でも行ってきて、これ神田明神で売ってたので、はい、このご中さんのやつも貼って、ちょ 3GA、 はい、その 3GA にね僕行ってるんですけども、 3GA ですね、集団でインフルエンザが流行っちゃいまして、はい、僕の推してる山本亜子ちゃんが一番最初にインフルエンザでかかってしまったんですけども、そっからこうてん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 とあそこって寮とかで住んでるんで、結構集団でバーッともう一気に感染しちゃったらしく、もう何人結構な人数がですね 3GA メンバーのインフルエンザ、あとは体調不良とかにいろいろと、まあインフルじゃないですけども、風邪になったりとか、こう体調不良でなったりとかで、すごいことになっちゃいまして、その現場に行ってたら自分もインフルエンザにかかってしまうっていう結果になってしまいまして、本当にちょっといやびっくりですね。まさかメンバーがバーッとインフルになって、その現場に行ってた自分もインフルになるっていうとんでもないことが起きちゃいました。はい、でですね、最後キッキと席を取ったんですけども、キッキも僕がそのインフルエンザにおな、なんだインフルエンザの僕もインフルエンザ病院で行って、その日の夕方にですね、キッキもインフルエンザっていう情報が入ってきちゃって、ちょっと罪悪感があるというか感じなんですね。ちょっとキッキ最後あって、まさかキッキもその同タイミングで同じタイミングでインフルエンザにかかってしまったってことで、ちょっとだけそこに関してもなんかすごい罪悪感を感じて、ちょっとキッキにはなぜかもうちょっとなぜかっていうおかしいけど、キッキにはちょっと申し訳ない気持ちがありますけども、という感じでございまして、僕山本亜子ちゃんも、宮川きいかちゃん、僕のおしめ2人ともインフルエンザで、倒れ、僕もインフルエンザで倒れという、いやーすごいことが起きちゃいました。はい、ということで、ちょっとしばらく動画が上がらなかったことに関してはちょっと申し訳ないですね。まだちょっと休養を取らなきゃいけないので、まだちょっとインフルになってから3日4日目なんで、まだちょっとしばらくは安心にしていなきゃいけないんですけれども、ちょっと動画の編集もね、もうちょっと本当はすぐ載せるつもりだったんですけども、ちょっとあまりにもひどくて動画編集できる機会がなかったんですけども、ちょっとはい、ちょっともうちょっとしたらその1月のその現場の時の動画とかいろいろと載せていきたいなと思いますので、もうしばらくちょっとお待ちください。申し訳ないですね。本当はね、1月7日今日もう幕張メッセに行ってか、オタクと絡んで動画撮ろうと思ってたのと、無線イベ今日も秋葉原であったので、それも行こうと思ってたんですけども、ちょっと行けずなってしまって、会う約束してた方々にもちょっと申し訳ないなと思ってます。はい、で次行く僕が多分復活してイベント行くとしたら、1月13日の越谷イオンレイクタウンにて、3GAとキスビーの合同イベントがございますので、そちらのイベントに行くつもりなので、ぜひよかったら、観覧無料ですのでね、もしその日レイクタウンに行ける方いましたら、 3GAキスビーの合同イベントとなっておりますので、多分見応えが結構あると思いますので、暇な方がいましたらぜひ来てみてください。ということで以上、ちょっと現在の現状報告をさせていただきました。はい、ということでまだちょっと風邪気味なんですけれども、はい、
もうしばらくはちょっと安静にしたいなと思います。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。